大阪府立大正白両高等学校は大阪府大阪市大正区にある公立の総合学科高校。大正中期1921年に府立7番目の高等女学校として創立した大阪府立伊豆尾高等学校と府立114番目に設置の大阪府立大正高等学校を統合し伊豆尾高校の校舎に開校した。 大阪府立高等学校、大阪市立高等学校再編整備計画に基づき、対象区にある伊豆尾高校と大正高校を統合。2018年4月1日、伊豆尾高校の施設をそのまま使用し、新設された。全日制の総合学科で、分離、アドバンス、ライフ、健康、地域、ビジネス、IT クリエイティブの4つの系列がある。1年生、 二年生でリーディングスキルプログラム授業を実施。文章や資料、データを正確に読み取る力を伸ばし、考え抜く力を育成する。なお、大正白両高校のコーチと大正高校のコーチは、直線距離で約400メートルの近い場所にある。だが、大正駅から高校までは、徒歩で約20分ほどかかる鉄道バス交渉交渉は、 伊豆高東女学校校渉の純真清掃を象徴する白百合の淵と不律今宮中の校渉の星からたくましく知性のきらめきという意味で有名なオリオン星の三両。大正高校の大きく正しくまっすぐ生きるの直線の矢を組み合わせたデザイン。高果高果はテレビ、題名のない音楽界、世界一受けたい授業にも出演の作曲家の青島博史による 作詞、作曲。制服制服は、チャコールグレーを基調とした、オリジナルデザイン。フォーマル性の高いレザースタイルボタン、角度をつけた、スラントポケット、世界で愛されるロキャロンタータンで、細部にまでこだわり抜いた制服のため、将来一番思い出に残る服になりますとしている。校舎は、伊豆尾高校の校舎を引き続き使用している。ただ一部の校舎は、 旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このため2005年と2010年度に改修を行った。貴重な大正期のスタインウェイ製ピアノが、伊豆尾高校時代から所蔵。伊豆尾地域の発展や伊豆尾工場の誘致に尽力した、地主で、特殊家の田中東兵から、娘二人の伊豆尾工場卒業を機に、友人と二人で寄贈されたピアノである。 ありがとうございます。